ンズはアメリカ合衆国のスリラー作家。カリフォルニア州サクラメントで獣医師をしていたが、専業作家になるために辞めた。アマチュアながら、ケービングをやっているほか、スキューバダイビングの資格を有しており、作中の地下や水中の描写に役立っている。ジェームズ・クレメンス名義では、Wit'ch Fire、Wit'ch Storm、Wit'ch War、Wit'ch Gate、Wit'ch Star、Shadowfallやヒンターラントなどのファンタジーを発表している。イリノイ州シカゴ生まれ。父親は缶詰工場Libby's勤務で、母親は主婦だった。7人兄弟で愉快なブレリー屋のような家庭で育った。パークウェイサウス中学校に進み、1971年にミズーリ州ボールウィンのパークウェイウェスト高校を卒業。1985年、ミズーリ大学コロンビア校獣医学の博士号を取得して卒業。大学時代の専攻は進化生物学だった。卒業後すぐにカリフォルニア州サクラメントへ越し、同年7月24日に認可を得て、獣医を開院した。2012年8月16日、セントルイスマガジンのインタビューで、ジャネット・コッパーマンに以下のように述べている。20年間、私は獣医の学位を取ったおかげで食べていけていて、書くのは単なる趣味だったし、それがクールだと思ってたんだ。獣医っていうのはそれは、もう大変な仕事だよ。毎日14時間、16時間、時には18時間労働だからね。私は開業医で24人の従業員を抱える身だったから、辞めるというのはすごく大変なことだった。10年間経営して休めたのはたった3週間だった。書き始めたのはクリニックでのランチタイムだったよ。犬猫の鳴き声がうるさかったから、今はもうどこでだって書けるよ。ある時には、サクラメントの評議会が運営する団体で捕まった、メスの野良猫の去勢手術を8時間かけてやったんだ。獣医の博士号を取ったのに、自分の仕事は生殖器の除去だけと言っても過言じゃないね。とも言っている。青春時代には、1930年代から1940年代に、パルプマガジンに連載された、ドック・サベジシリーズの作者にインスピレーションを感じ、コレクションを収集した。エジプト王ツタンカーメンの墓を発見した、ハワード・カーターの功績の物語にも魅了された。カーターの生き様にインスパイアされ、後にエクスカベーションのメインキャラクターで、考古学者のヘンリー・コンクリンと、その甥サムが、アンデスのジャングルで、インカ帝国の遺物、宝物はもちろん呪いさえをも発見するストーリーに、生かされた。他にも、ライマン・フランクボームのオズの魔法使いや、エドガー・ライス・バローズのターザン、C.S. ルイスのナルニア国物語が好きだった。また、ジュール・ベルヌや H.G. ウェルズも好きで、彼らの作品を真似て、魔法やモンスターが出てきて、混乱に陥るというような現代小説を書いたこともある。1999年、ジェームズ・クレメンス名義の処女作Wit'ch Fireがテリー・ブルックスの出版社から刊行された。ブルックスはジェームズが書き上げたばかりの原稿をエントリーさせたハワイ州マウイ島で行われたマウイ作家会議のコンテストの審査員の一人だった。冒険小説シグマフォースシリーズ外伝、タッカー&ケインシリーズとの共著地の騎士団シリーズとの共著。ジェイク・ランサムシリーズザ・バンド&ザ・バニッシュとシリーズザ・ゴッド・スレイヤーシリーズ。ありがとうございます。